イドルとして活動していくのってどうしても比較対象にメンバーがいるので、なんかそれがあることで常に誰かより劣っているんだなっていう劣等感がずっと心の中にあります。自分を追い込んでいる状態になるから。診断名は躁うつ病ですね。目を開けて今日が来ると体が動かなくてしんどい、ベッドから動けなくなっちゃうみたいな。メンタルケアのために取り入れてたのは日記を毎日書くこと と、 あとヨガとピラティスが大好きなので、誰にでもなる可能性があるよってことを知っててもらいたいですね。 From me to you、自分が弱った時は進んで助けを求めましょう。信頼できる友達とか家族だったり誰でもいいし、やっていくといいと思います。